もう間もなくキックオフの時刻を迎えます。今日もスタジアムには注目の一戦を見届けるため大勢のサポーターが続々と詰めかけました。実況は西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。見どころの多い試合になりそうですね。こういう試合は新しい戦術を試したりするいい機会でもありますね。何を見せてくれるのか楽しみにしています。ホームチームのスターティングメンバーです。攻撃的な4-5-1ですね。ワントップの選手の動きがポイントになります。しかし面白い対戦カードになりましたね。そうですね。どちらが先制点を決めるんでしょうね。楽しみです。ピッチ全体でプレスをかけて相手にボールをコントロールさせないチームですね。ラインナップを見てどうでしょうか。今日もいつも通りプレス主体のサッカーで行くはずです。タイトな守備をされると相手は体力的にも精神的にも負担がかかりますからね。前半キックオフです。危険な位置です。緊張感が増してきます。シュートを打った。キーパーが飛んだ。これはファインプレーです。コーナーキックを蹴った。ディフェンダーがクリアしました。ルーズボールです。ボールはどっちだ。さあリードできるか。スペースへのボール。ジェラール・モレノ。アナスタシオス・バカセタス。狙える位置です。これはボールを収めきれませんでした。ゴールキックになります。ジョルディ・アルバ。ペドリ。コケ。ジェラール・モレノ。決まるか。まだ気を抜けない状況です。あわやという場面でしたが、これでひとまず安心です。
ペドリ、コケ、パスをつないでチャンスを伺っています。お互いに我慢のしどころでしょうか。隙を伺います。ディフェンスが冷静に対応。ゼカ、いいカットです。ボールを奪いました。いいところに出します。おっと、相手へパスしたような形になりました。アナスタシオス・バカセタス、パスを回していきます。どこを狙ってくるんでしょうか。チャンスにできるか。これを外してしまいました。先制点のチャンスに痛いミス。今のは決めておきたかったですね。この後の展開が全く変わってきますから。ジェラール・モレノ、フェラン・トーレス・ガルシア、ドリブルで敵陣へ持ち込む。ジェラール・モレノ、マイナスのクロスボー、入れば1点リード。キーパーが止めた。ファインセーブです。目の前からのシュートですから、反応できるだけでも大したものですよね。見事なセーブでした。さあボールを蹴った。ボールをクリアしました。前に進んでいます。攻撃はここまででしたね。相手チームにボールが渡ります。前半終了して0対0、両チーム同点のまま後半戦のキックオフ。リードを奪うのはどちらのチームでしょうか。コケ、じっくりとパスを回しています。ゴールをこじ開け均衡を破りたいところ。ここはボールを戻します。相手チームがボールを持ちます。グラウンダーのパスの先には受ける味方がいませんでした。相手のスローインです。ジョルディ・アルバ、ボールはブスケッツへ。アウェーチームのボールシェア率が高くなっています。なんていうか、あまり効果的に攻められていないのが問題ですね。何か変化をつけた方がいいんじゃないでしょうか。折り返せるか。しかしディフェンスのブロックに合いました。ルーズボールになっています。アナスタシオス・バカセタス、ロブで裏を狙います。さあどうする。どうだ。まだボールは生きています。見事なタックル。相手をリードするチャンスでしたが、ゴールキーパーのシュートが来るか。クロスはマイナス。これはナイスディフェンス。タックルで阻止しました。ジェラール・モレノ、フェラン・トーレス・ガルシア、いい位置です。ここはディフェンダーが読んでいました。
アナスタシオス・バカセタス。仕掛けてきました。チャンスになりそうです。クロスを狙ってくるか。ボールポゼッションは相手に渡ります。ペドリ、相手のゴール前でパスを回します。ポゼッションは相手に渡ります。アナスタシオス・バカセタス。勝ち越すにはこれが最後の攻撃になるかもしれません。残り時間はわずかです。試合も残すところあとわずか。終盤でチャンスが巡ってきました。このコーナーキックから得点できれば勝ち越しです。両チームとも選手を交代するようです。中に入れた。しっかりボールをキープしています。マイナスのクロスで折り返します。レフェリーがコーナーを指します。相手に当たっていますね。サブの選手がピッチに向かいます。コーナーキックを蹴った。キーパーの届く位置でした。エリック・ガルシア。チアゴに渡った。アディショナルタイムが2分追加されました。マイナスのクロスです。キーパーファインセーブ。この時間での勝ち越しゴールを阻止したのは大きかったですね。さあボールを蹴った。ここはクリアされました。前後半90分を戦い終えましたが勝敗がつきませんでした。